アニケトゥスは、ローマ教皇。カトリック教会で、聖人、伝統的に殉教者であったとされてきた。エメサ出身。記念日は4月17日。初期の教皇たちはほとんど資料がないが、アニケトゥスの知性についてはこんな話が伝わっている。その頃、有名なポルカルポスがローマを訪問し、アニケトゥスと復活祭の日付についての議論になった。というのも、 古代教会では、地域によって復活祭の日付が違っていたのである。例えばポリカルポスの属するスミルナの教会など、東方地域では、ユダヤ教の杉越祭りの伝統を引き継いで、二三の月の十四日に復活祭を祝っていたが、ローマをはじめとする西方では、主の復活の週の日曜日に祝っていたのである。二人はこのことについて議論したが、結論は出なかった。しかし、 アニケトゥスは東方における伝統を認め、教会では復活祭の日付が二通り存在する状態がしばらく続くことになる。後に復活祭の日付はローマ式が採用されることになるが、考え方によってはアニケトゥスの時代のローマ教皇の主導性がまだまだ弱いものだったということも言えよう。彼は同時にモンタノス派を異端と宣言したことでも知られている。 他教派でも成人である外然性はあるが、他言語版記事などから数形が確認される教派の実を記載している。ありがとうございます。